青コーナーより高潮雄一選手、赤コーナーより鬼山本廟選手の入場です。続きまして第7試合です。ディーブフェザー級5分2ラウンド、鬼山半兵対高潮龍二の一戦です。黒と黄色のトランクス鬼山半兵、緑のトランクス高潮龍二です。ラウンド1、第1ラウンドが始まりました。早速仕掛ける高潮龍二、パスをかけていきます。まあ、序盤というか冒頭にも話したんですけど、はい、まあ、約1年前の再戦の試合ですね、こちら。そうですね、前回は鬼山選手が、はい、まあ、三角締めの形からの十字で確か決めていて、はい、で、まあまあ、高潮選手からしたらリベンジという試合になりますね、はい、右手を差していくのは高潮龍二。まあ、イメージなんですけど、まあ、どっちかというと2人とも組が強い選手なのかなとは思っていて、はい、まあ、まあ、なんか前回の試合の時も話したような気がするんですけど、高潮選手はどっちかというと柔道のスパーンという瞬発系の力が強くて、はい、逆に鬼山選手はこういうネチネチした、まあ、ずっとこう相手にしがみついて抑え込んでっていうのを得意としている選手なのかなという印象なんですね。
まずはその鬼山の方のしつこい攻めというのが、そうですね、今どっちかというとここ綺麗にやりたいことできてるのは鬼山選手なのかなと思うんですが、はい、ここでやっぱりこういうふうに投げで、はい、高潮龍二、まあ、返していくということが高潮選手の強みだと思いますし、はい、あとパウンドの強力さですよね、多分体がすごく強いと思うんですね、はい、高潮選手強烈ですよね、さあ今度は逆に両足を束ねていくのは鬼山半兵、そうですね、ただ鬼山選手は投げられても気にせずに、はい、またこう繰り返していくっていうことによってもうどんどん相手が削れていくと思うんですね、はい、だから結局流れとしては今最終的に鬼山選手がやっぱり取ってる、やりたいことができてるっていう流れなのかなと思いますね、本当にこのあたり心一体というところで展開していきます。今鬼山選手が相手の両足をまあ束ねている、三角足、はい、自分の足を三角の形にして束ねている状態なんですけど、高潮選手が今一本ずつ足を抜いていって、はい、立ち上がろうとはしているんですけども、まあ、ただ鬼山選手もちょっと自分の足の三角の形と、あと自分のまあ股間ですね、股間の部分で相手の足に圧をかけることによって、こう2箇所で圧をかけることによってこう変に動かすと自分の関節が決まっちゃうような、高潮選手からすると動かしづらい、すごく足をひねりづらいような形で捉えていたので、そこもまた相手の動きを制限させるためのまあテクニックですよね。そうどうにか足は抜けたもののというところですが、そうですね、依然ケージに背中をつけているのは高潮龍二、まずは立ち上がりたい、いや立ちましたね、はい、さあ立ち上がって、ここで高潮選手がじゃあここでどうしていくかですね、はい、また思いっきり投げるのか、まあ、それとも一回離れて打撃で作り直すっていうことも選択肢にあっていいかなと思いますね、はい、変わらず鬼山半兵がケージに高潮を押し付ける格好から持ち上げようかというところ、離れました、離れましたね、じわじわ前に出るのは高潮龍二、高潮選手やっぱり打撃もすごく瞬発力あって、はい、強力なものを持ってると思うんで、打撃で勝負するという選択肢を持ってても全然いいと思います。その片足を取っていこうという鬼山、要するに今流れ一瞬持っていかれそうでしたけど、鬼山選手はこらえて、しっかりまた戻しましたね、自分のところに、はい、しかしその首を抱える格好になっています高潮龍二、鬼山はどう対処するか、そうですね、また足の鬼山選手は自分の足で三角を作って、はい、相手の、まあ、言ってしまうと膝十字のような状態ですね、足膝の裏の腱がこうピンと伸びてしまって、はいはい、痛くなるような、そういう形で相手の足を伸ばし切ることによって相手の動きを制限させていくっていうような、まあ、小技じゃないですけど、はい、そういうことをして相手に、まあ、よりストレス、相手の居心地の悪さを増していくようなことをしてますね、まあ、そういうのの積み重ねが、いやそうですね、本当に多面的に相手に、まあ、嫌がらせっていう言い方もあれですけども、はい、ストレスをかけていくということが大事になるんですね、はい、しかし入れ替えようという高潮龍二、さあここからもう一回足を引っ掛けていく、投げていくことはできるか、踏ん張る鬼山、右を差しております高潮龍二です、離れた、そこからの打撃、高潮選手はちょっとインパクトを残して1ラウンド終わらせたいですね、はい、やっぱり流れは取られてると思います、投げ返す、いやー見応えありますね、そうですね、すごく力の入る、見ていて力の入る攻防だったかなと思います ね、はい、そうですね、鬼山が攻めていき、そして高潮も負けずにやり返してと、そうですね、いうところですが、この1ラウンドはどのように評価しますか。そうですね、やっぱり高潮選手が瞬発力を生かして、はい、要所で、まあ、見せ場を作るんですけども、それが点で終わってしまっているというか、その点でバッと高潮選手が一瞬有利に見えるんですけども、はい、そこでまたすぐに鬼山選手がペースを戻して、じんわりと自分のペースを続けていくっていう試合の流れかなと、ここまではなっているので、はい、まあ、2ラウンドとしては、まあ、鬼山選手はこれのままでいいと思うんですよね、はい、ずっと自分が制していくっていう動きを作って、要所で、まあ、コツコツダメージを与えていくっていう作り方で問題ないのかなと思うんです、はい、
まあ、高島選手は逆にちょっと組み立て方を変えていく必要が出てくるかなという印象ですね。点で終わらずにというところ。そうですね、はい、第2ラウンドです。さあ前に出るのは高島隆二。ただまあしかしここで攻めすぎてもやはり鬼山はタックルに来ると。そうですね、はい、タックルに行く。そうですね、ここで金網を背負わない方がいいですね。やっぱりあの、はい、鬼山選手ここの攻防すごく得意としていると思いますので、はい、そうですね、じんわりとこうまた徐々に相手のペースになっていってしまう。うまく束ねていきますね、はい、もう再び高潮の右足を挟むようにしていく鬼山半兵です。ここで鬼山選手やっぱり頭の位置もすごく良くて、はい、相手の顎にしっかりくっつけて相手の、まあ、顔がどっちかに向くような感じで、はい、まあ、今回だと高潮選手左を向かされて、ね、しまってるんですけど、そうするとやっぱりあの体をひねることができる方向も定まってきちゃうんですよね。はい、体がひだ、あ、顔が左にひねられているときに、ええ、体を右向きにひねるってできないんですよ。首が折れちゃうんで、はい、っていうあの顎を制することによって相手の動きを制限させるっていうところも鬼山選手すごく上手にできているので、ある程度コントロールできるわけですね。そうですね、いかに高潮選手が瞬発力がすごかったとしても、はい、方向性が分かっていれば、その瞬発力が発揮される方向性がある程度分かっていれば、はい、予備動作というか、そこら辺を見ながら耐えることができる、はい、というところの工夫ですよね。さあ入れ替えていくのは高潮隆二。離れ際、そうですね、高潮選手はここでまたタックル入らせたくないんで、これですよね。そうですね、もうちょっとミドルキックとか、はい、相手のタックルに合わせるような怖い蹴りを見せておくと、まあ、相手のタックルに対する牽制になると思うので、そういうのを見せてもよかったかなと思いましたね。一回仕切り直してもまたこの体勢に戻ってしまう。そうですね、またこれを繰り返してしまうとやっぱり鬼山選手はもうこれをもうやろうとしてやってるので、はい、そこまで削れないと思うんですね。もう心構えできてますし、はい、こういう練習もいっぱいしてきてると思うので、ここでこの場面になることによってスタミナが削れるスピードっていうのはやっぱり高潮選手の方が断然速くなってしまうんですよね、はい、そうなると仕切り直してからもう直線的な蹴りですとか、そうですね、そういうもので何か今まで見せてなかった攻撃を見せて、はい、相手の攻撃をまあ事前に防ぐじゃないですけど、そういうことをしていく必要があるかなと思います、はい、逆に高潮雄二が押し付けていきますかどうか。ちょっとここから高潮選手じゃあどうやって取り返すの、ポイント取り返すの、はい、倒しに行くのってなると、ちょっと解決策が見えづらいかなと思うので、はい、多分打撃に勝機を見出していいかなと思いますね、はい、タックルに行こう鬼山、はい、もちろん鬼山選手も疲れてます、疲れてますし、はい、動きも徐々に落ちてるんで対処してますね、はい、高潮も。高潮選手はここでやっぱり瞬発力生かしていいと思うんです。別に長所だと思うんで、はい、それは生かしていいと思います、はい、ただその点を一つの点で終わらせないというか、はい、点で問題ないので、3つ点をつなげるというイメージで、ぶん投げてすぐ強いパウンドを打つとか、その点の動きをタイミングよく出すことによって、はい、相手のじんわりしたところを事前に防ぐ、さらには貫き通すっていうところもできると思うんで、はい、ただまあちょっとやっぱ削れてますね、高潮選手ももちろん、はい、押し付けながら膝を入れているのは高潮隆二。ちょっとコントロールっていうところを考えると、はい、鬼山選手がコントロールをしていた時間が長いと思いますし、なるほど、今から同じアプローチで判定を取りに行こうとすると、はい、ちょっと難しいのところもあるのかなというところがあるので、分が悪そうですか。そうですね、しっかり鬼山選手は相手、まあ、高潮選手の腰をつかせて、はい、まあ、よりグラウンドにしっかり持ち込めてた、崩した、いいですね、ところがあるんですけど、はい、ここから高潮選手じゃあパウンドで削るっていうアプローチした方がいいと思いますね、はい、逃げようとする鬼山。さあその足を取りに行くか、離れた、さあ時間がない、高潮選手は蹴っていいと思いますね、いいですね、蹴りに行く、左の蹴りをもうちょっと出して、はい、いいと思うんですね、バランスを崩しに行く、ちょっと頭入っちゃいましたね、顎に当たった、うん、
あ仕方ないですね。一旦ここで時間が止まります。まあ、あの高潮選手としては、まあ、ちょっとラッキーといえばラッキーですね。あの、はい、ちょっと休めると思うので、うん、今かなりきつい状態だとは思いますので、はい、もちろん偶発的なバッティングのダメージも癒しつつしっかり息も整えて、まあ、最後あと10秒20秒しか残ってないと思うので、はい、もうそこであの終わらせる勢いであの相手を仕留め切るような勢いで出ていく必要があるかなと思いますね、はい。2ラウンド残りわずかというところで今一旦時計は止まっています。再開します。再開です。プレッシャーをかけていくのは高橋織内、パンチを連打でいく、タックルに行くのは鬼山、潰す、思いっきり殴りたいですね、うん、ここで試合終了のゴング。場内に拍手を強制するのは高潮龍二。最後は意地を見せる動きでしたね。いや、そうですね、いい動きだったと思います。はい、まあ、ただ全体を通してみるとやっぱり鬼山選手の試合だったんじゃないかなと思いますね。あ、なるほど。現在判定の結果が集計されております。去年の8月は鬼山半病が腕十字で高潮龍二を倒しました。そのリベンジともいえる一戦、両者が中央に呼ばれまして判定です。判定の結果をお伝えします。ジャッジというのが20対18、青高潮、ジャッジ足元19対19、マスト判定、赤鬼山、2人目は鬼山、20対18、青高潮、青コーナー高潮龍二、リベンジになりました。高潮龍二、そうなんですね。鬼山半兵の方も1票目の時にえっという顔をしていましたね。なんかそのグラウンドコントロールと、はい、まあ、ダメージの、まあ、天秤の話になってくると思うんですけど、まあ、なんか自分はその明確に生で高潮選手が鬼山選手にダメージを与えていたようには見えなかったですし、はい、まあ、なんか基本的には1ラウンド2ラウンドグラウンドコントロールしっかり制圧していた時間が鬼山選手の方が長かったのかなと思いますので、自分のイメージは鬼山選手の試合だったかなと思いますね。まあ、ただジャッジとしてはまあ高潮選手のアグレッシブさ、そしてダメージを与えたかどうかというところを取って、はい、まあ、こういう結果になったんだと思います、ね。まあ、割れての2対1というところですね。そうですね。これで去年8月の敗戦からのリベンジということになりましたのは高潮龍二。2対1をもちまして青コーナー高潮龍二選手の勝利でございます。誠意を持って戦いたいと軽量の時に話しておりました高潮龍二。毎試合毎試合こう意地を見せ、そして男気あふれるそんなファイトスタイルが印象的ですよね。うそうですね、ゴリゴリした試合をしますよね。はい、そうですね。さあ、このフェザー級第7試合鬼山半兵を見事に打ち破りました。マイクが手渡されました。うらめた本当に、まず応援してくださる本当に皆さん、今この中ですごい大変なんですけども、僕のために、高いチケット代と時間を僕に費やしてくれるということで本当に嬉しいです。本当に励みになります。ありがとうございました。で、このマッチですね、が何やってるのも僕は鬼山選手に8月に1分半ぐらいですぐ決められてしまって、もう鬼山選手には何もメリットない試合なんですけど、まあ、受けに立ってくださって本当に鬼山選手には感謝しても感謝しきれません。本当に鬼山選手ありがとうございました。フェンディングの皆さんもありがとうございました。で、ちょっと長くなっちゃうんですけど、僕も今、フェザー級ですか、すごい日本で盛り上がってるんで、今の実力ではまだそこに並べるぐらいの実力はちょっと遅れを取ってしまってるんですけども、僕も絶対今のフェザー級戦線に
入って、日本の格闘技をもっと盛り上げて、ディープを盛り上げて、チャンピオンになりたいと思ってますんで、今後も皆さん応援よろしくお願いします。本当に応援ありがとうございました。勝ちました、高橋由美選手、盛大にお願いいたします。本当に実直な人柄が伝わってくる。そうですね。はい。まあ、彼も言ってた通り、鬼山選手、今回の試合、よく受けたなと自分はずっと思ってたんで、まあ、そこはすごいですし、自分は試合、鬼山選手の方が頑張ってたような気はしたんで、はい、まあ、そこはなんとも言えないですけど、でも高橋選手がしっかり勝ってるんで、また、次見たいですね、もうちょっと上の選手とじゃあやってどうなるのかっていうのももちろん見たいと思いますね。そうですね、見事にリベンジを果たしました高橋隆二が制しています。